ベン・アフレック、ベン・アフレック、ベン・アフレック、本名、ベンジャミン・エイザー・アフレック・ボールト、1972年8月15日帯、は、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画監督、映画プロデューサーである。ケビン・スミスの映画、モール・ラッツ、1995年、ジェイシング・ウェイミー、1997年、ドグマ、1999年への出演で知名度を、 あげ、友人のマットデーモンと共同で脚本を書いた、グッドウィルハンティング、旅立ち、1997年でアカデミー賞とゴールデングローブ賞を受賞した。その後も、アルマゲドン、1998年、パールハーバー、2001年、チェンジングレーン、2002年、トータルフィアーズ、2002年、デアデビル、2003年、ハリウッドランド、2007年、 消されたヘッドライン2009年に出演した。アフレックは映画作家としても成功しており、これまでに監督作、ゴーンベイビーゴーン2007年、ザタウン2010年、アルゴが公開された。アルゴにより共同でプロデューサーを務めたジョージ・クルーニー、クラント・ヘスロブと共にアカデミー作品賞を受賞した。弟のケイシー・アフレックも俳優であり、 グッドウィルハンティング、旅立ちゴーンベイビーオーンジェシー・ジェームズの暗殺マンチェスター・バイ・ザ・シーに演しておりジェシー・ジェームズの暗殺でアカデミー女演団優勝にノミネートマンチェスター・バイ・ザ・シーでアカデミー主演団優勝を受賞した。私生活では2005年6月よりジェニファー・ガーナーと結婚し3人の子を授かったが2015年に離婚発表 その後離婚手続き保留。原因はアルコールとギャンブルを再開したことと言われている。それ以前には1998年に女優のグイネス・パルトロートを交際していた。また女優で歌手のジェニファー・ロペストの交際はメディアでの注目を大きく集め、ベニファーと呼ばれていたが2004年に破局した。映画活動の他にアフレックは積極的に政治や 事前活動に携わっている。マットデーモンと共同で制作会社を設立している。カリフォルニア州バークレーで生まれる。母親のクリス・アン、旧生ボルトは小学校の教師。父親のティモシー・アフレックはドラッグカウンセラー、ソーシャルワーカー、用務員、自動車修理校、作家、俳優など様々な職に就いていた。また母はハーバード大学の卒業生であり。 1960年代は活動に参加した。弟は同じく俳優のケイシー・アフレックである。アイルランド系、スコットランド系、イングランド系、ドイツ系の家系であり、アフレックという姓はスコットランド系である。米国製公会系の家庭で育てられた。1984年に両親が離婚した後は、マサチューセッツ州ケンブリッジに移った。 8歳の時に2ブロック先に住むマットデーモン、当時10歳と出会った。学年は違ったものの、二人は後にに通った。アフレックは、オクシデンタル大学とバーモント大学に通い、中東情勢を専攻した。幼い頃より子役として活動し、PBS の子供番組やテレビ映画に出演した。1990年代には、のほか、青春の輝き。 1992年、デーモンと共演、バフィ、ザ・ヴァンパイア・キラー。1992年、クレジットなし、バットチューニング。1993年、モール・ラッツ。1995年、チェイシング・エミー。1997年に出演た。モール・ラッツと、チェイシング・エミーにより、監督、脚本家のケビン・スミスとのコラボレーションが始まった。スミスの、世界で一番パパが好き。 2004年では、主演を果たし、作品には、クラークス以外すべてに出演している。他に、初期のキャリアの段階で、サタゲーナイトライブに何度か出した。1993年には16分の長編コメディ、I Killed My Lesbian Wife, Hang Ha On, A m ンドナウ、アイ k And Now, I Have, A3 Picture Deal at Disney で監督デビューを果たした。 1997年にデーモンと共同で脚本を執筆したグッドウィル・ハンティング旅立ちが公開され、両者はアカデミー脚本賞を受賞した。また両者は映画にも出演し、アフレックは世界的に知名度を上げた。さらに、アフレックとデーモンは、プロデューサーのショーン・ベリーとクリス・ムーアと共に制作会社を設立し、などを制作した。特に、 プロジェクトグリーンリッドは2002年、2004年、2005年のエビーショーリアリティ番組部門にノミネートされた。グッドウィルハンティングの後、アフレックはアルマゲドン1998年にブルース・ウィリスと対立する AJ ・フロスト役で出演した。作品自体は評論家から否定的な意見も寄せられたもの、興行収入は 全世界で5億5300万ドルに達する成功作となった。1999年にはロマンティックコメディ恋は嵐のようにでサンドラ・ブロックと共演した。2001年にはアルマゲドンのマイケル・ベイ監督のパール・ハーバーに出演した。作品は同じく批判意見を多く受けたものの、全世界では4億4900万ドルを売り上げた。2002年、ジャック・ライアンを 主人公としたテクノスリラーシリーズの4作目、トータルフィアーズで、かつてはアレック・ボールドウィンとハリソン・フォードが演じた同キャラクター役務め、またモーガン・フリーマンと共演した。トータルフィアーズは、トム・クランシーの同名小説を原作としている。ワシントン・ポストのアン・ホルナディは、同作について、アフレックとフリーマンが、信じられない、科学変化を起こしていると評した。また同年、 スリラー映画、チェンジングレインで、サミュエル・エル・ジャクソンと対立する役を演じた。翌2003年、マーク・スティーブン・ジョンソン監督の、デアデビルで主役のマッド・マードック、デアデビルを演じた。アフレックは、デアデビルは、子供の頃好きなコミックだったために、縁を決め、誰でも子供の頃から忘れられない、唯一のものを持っている。この物語は僕にとってのそれだったと説明した。 また彼は他の誰かに演じて欲しくなかったとも語った。ロジャー・イーバートはデア・デビルのレビューでアフレックと共演のジェニファー・ガーナーそれぞれの役柄にハマっていると評した。デア・デビルの全世界での興行収入は1億7900万ドルに止まるなど大こけし、国評されてラジー賞の最低主演男優賞に選ばれた。批評的な失敗作がいくつかあったにもかかわらず、 アフレックの出演作は平均工業収入は1500万ドルと成功を続けていた。しかしながら主演作ジーリー2003年と恋のクリスマス大作戦4年が工業的に失敗しキャリアに衰えが見え始めた。2006年 HBO のベテラン監督のアレン・コールターによる電気映画ハリウッドランドにジョージ・リーブス役で出演し、 同作は絶賛された。アフレックの演技にも公表され、ローリングストーンのピーター・トラバースは、皮肉なことにアフレックはリーブスを演じる準備はできていた。彼は外見の魅力、隠れた弱さ、キャリアが凋落し、それを止められない無力さを知る悲しみなどのキャラクターの内面を知っていると書いた。USA TODAY のクラウディア・プッチは、アフレックは力強い演技を与えていると書いた。 アフレックはこれにより、ベネツィア国際映画祭団優勝とハリウッド映画祭、女演団優勝を受賞、また、ゴールデングローブ賞女演団優勝にノミネートされた。ハリウッドランドの成功後、2007年のスモーキングエース暗殺者が一杯に賞金稼ぎのジャック・デュプリー役で出した。スモーキングエースは、批評家には賛否分かれ、工業的に失敗した。 また2007年には、デニス・レヘーンの小説、愛としき者はすべて去りゆくを原作とした、ゴーン・ベイビー・ゴーンで映画監督デビューを果たし、アーロン・ストッカードと共同で、久しぶりに足も執筆した。同作には、弟のケイシーが主演した。2007年10月に公開された。なぜ監督するのを決めたかについてアフレックは、映画を監督するのは私にとって本当に有益だった。 私は脚本や演技について多くのことを学んだと思い、すべての部分を内側から一つにする方法を学んだ。それは本当に貴重だった。それは良いものだったと話した。映画は批評家に称賛された。エンターテインメントウィークリーのリサ・シュワルツバウムは、アフレックが監督として優れた才能を示していると評した。2008年、サラ・シルバーマンのビデオ、 アイアイム・フキング、マット・デーモンに対するレスポンス作である、ジミー・キンメルのビデオ、アイアイム・フキング・ベン・アフレックに出演した。同ビデオには他に、グッド・シャーロットのジョエル・マッテン、ベンジー・マッテン、メイシー・グレー、ドミニク・モノハン、ランス・バス、ジョシュ・グローバン、ドン・チードル、ブラッド・ピット、キャメロン・リアス、ロビン・ウィリアムズ、ハリソン・フォード、ヒュー・イ・ルイス、ジョーン・ジェット、ピート・ウェンツ、 クリストファー・ミンツイコール・プラッセ、ミート・ローフ、ディッキー・バレットなど多くのセレブリティが出演している。2009年、アフレックは演技活動に復帰し、そんな彼なら、捨てちゃえば消されたヘッドライン、シンディに、おまかせの3本に出演した。ロマンティックコメディ、そんな彼なら、捨てちゃえばでは、ジェニファー・アニストン、ドリュー・バリモア、スカーレット・ヨハンソン、ジャスティン・ロング、 ジェニファー・コネリーとのアンサンブルを果たした。映画は賛否分かれたが、世界興行収入は1億6500万ドルと成功した。消されたヘッドラインは、イギリスのテレビドラマ、ステートをプレイ陰謀の構図の映画化であり、アフレックは、イン議員スティーブン・コリンズを演じた。同作は、政治家とメディアとの関係を探る、ポリティカルスリラーである。コメディ映画、シンディに、 おまかせでは、ジェイソン・ベートマン演じるキャラクターの親友であるディーンを演じた。2010年、アフレックの監督映画2作目、ザ・タウンが公開された。これは、チャック・ホーガンの小説、高盗こそ、我らが宿命を原作としており、批評的にも、工業的にも成功した。監督の他に共同脚本、主演も果たしており、ジョン・ハム、ジェレミー・レナー、クリス・クーパー、 ブレイクライブリーと共演した。アフレックはこの映画により、2011年、パームスプリングス国際映画祭で委員長賞を受賞した。2010年秋に、オクラホーマ州で撮影されたテレンスマリック監督、脚本、オルガ・キュリレンコ、ハビエル・バルデム、レイチェル・マク・アダムス、レイチェル・ワイズ共演のドラマ映画、トゥ・ワンダーは、2013年に公開。また2012年には、 ジョージ・クルーニーとクラント・ヘスロブ制作による監督3作目、アルゴが公開された。この作品は1979年のイラン・アメリカ大使館人質事件で起こったカナダの作防を置いている。この作品によりアフレックは第85回アカデミー賞でクルーニーとヘズロブと共にアカデミー作品賞を受賞した。アルゴの次回作にはスティーブン・キングの小説、 の監督として、降板したデビット・イエーツに代わって選ばれていたが、降板した。2013年8月22日、2016年公開予定の、マン・オブ・スティールの続編映画、バットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生で、ブルース・ウェイン、バットマンを演じることが報じられた。恋は、嵐のようにの撮影開始後、アフレックは非営利事前団体の A。 ティー・チルドレンズプロジェクトの支援を始めた。アフレックは、防災血管拡張性運動失調症、AT を持つ9歳の少年と面会した。彼は2007年から戦争で荒廃した東コンゴ、コンゴ民主共和国の人道危機を研究、調査し、難民、司令官や議会の議員などと面談、2008年6月に a b c ニュースでレポートを発表した。 2008年12月には、今後の難民の急遽を短編映画として公開し、国連と協力した。2010年3月に、東コンゴイニシアティブを設立した。レイプや性的暴力の生存者を支援、医療や教育へのアクセスを増やし、経済的機会を促進させた、コミュニティレベルの平和と和解のプログラムを実行している。アフレックは、次のように述べている。 私たちはこの地域の局面に対して、これまでにないような新しい方法と挑戦により、人道援助と持続可能な発展のための経験を用いて、パートナーとの独自の診案をまとめました。今、この危機に着目し、それによって影響を受ける人々の危機管理度を上げて、彼らとの地域に関する積極的な意見交換により、 非常な困難に直面している今後の人々と共に働きます。また彼は世界貧困プロジェクトのキャンペーンの一環である1日150円の生活を2013年4月29日から2013年5月3日までの5日間挑戦した。極度の貧困生活を強いられている14億の人々と苦しみを共有し、その資金面のパートナーとなる約束を掲げた。 2015年ピープルズ・チョイス・アワード人道主義者賞に、東コンゴ・イニシアティブ、イージー・ファウンダーであるアフレックが受賞。民主党支持者であり、2000年のアメリカ大統領選挙では、アルゴア、2004年の選挙では、ジョン・ケリーを、2008年の選挙では、バラク・オバマを支持した。アフレックは、自身を割礼されたバプテストであると語っている。 アフレックは熱心なポーカープレイヤーとしても知られ、定期的に地元のイベントに参加している。ポーカーのプロのアミール・バーヘリトから個別指導を受け、また2004年6月にはロサンゼルスで開催されたカリフォルニア州ポーカー選手権に出場して、賞金35万4600ドルを獲得し、同年のワールドポーカーツアー決勝トーナメント出場資格を得た。 ボストン・レトソックス、ニュー・イングランド・ペイトリオッツ、ボストン・セルティックス、ボストン・ブルーインズのファンである。1998年には、ブラッド・ピットと、破局した後のグイネス・スパルトロートの交際で知られていた。2002年、ジーリの撮影前に、女優、歌手のジェニファー・ロペストの交際が始まった。同年には、ロペストの婚約が発表され、カップルは、 そして、エンターテインメントメディアで注目を浴びた。9月14日に結婚を予定していたが2004年に破局し、さらにクリスチャンスレーターやラップダンサーと共にバンクーバーで開いたという疑惑のパーティーに関してメディアから非難された。メディアの注目はカップルの共演作である2003年のジーリの公開まで続き、さらに同作は工業的に失敗した。 アフレックはその後、デアデビルでの共演者、ジェニファー・ガーナーと交際を始め、9ヶ月後に婚約した。アフレックとガーナーは2005年6月29日に、タークスカイコス諸島で結婚した。2005年12月1日に、長女のバイオレット・アン。2009年1月6日に、次女のセラフィーナ・ローズ・エリザベス。2012年2月27日に、長男のサミュエルが誕生した。一家は、 ロサンゼルスとマサチューセッツ州に定住するほか、ジョージア州サバンナに別荘を構えている。2015年、ジェニファー・ガーナーとの離婚を発表。ジェニファー・ガーナーとの離婚の原因はアフレックが、アルコールとギャンブルを再開したことと言われている。アフレックは2001年にアルコールリハビリを始めた。また、スモーキングエース、暗殺者が一杯の撮影時には、 頻繁に喫煙することを求められたため、終了後にはその趣味をなくした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。